皆さんこんにちは、ポケットパレットです。水沢かおるです。ですね、今日は初めてのポケットパレットとしての撮影会を終えまして、とっても緊張したんですけど、和やかな雰囲気の中できたので良かったです。皆さん参加してくれた方本当にありがとうございました。今日終えて、次は5月9日のライブに向けて頑張りますので、ディズニーランドとポケットパレットこれからもよろしくお願いします。ライブ来てください。かわいすぎたなやってもた。ポケットパレットウエストのマセリサです。今日はですね、初めてのポケパレウエスト撮影会ということで、もうめちゃくちゃ楽しかったんですよ。で、なんとじゃん、私の誕生日会も開いてくださったんです。本当にありがとうございました。今日もね、私たちはちゃめちゃでかなり騒がしかったと思うんですけど、これよりも何倍も楽しいライブが5月9日にあります。ぜひぜひ、っていうか絶対に来てください。お待ちしています。リシャでした。おめでとう、リシャ。撮影会楽しかったね。楽しかった。うちらちゃんとできた。ちょっと待って今日初めてやろ。もう頑張った。もう頑張ったけど、ま、ちょっとなんでそんな偉そうな。マジマジ頑張ったかね。今日初めての撮影会した時のさあやですけど、どうでした？ポーズ3パターン3パターンのみのみのみ。あのミニーちゃんのポーズとアリエルのポーズとデイジのポーズ乗り切ったの私これと何もちょっと見てこれとこれとこれで切りました。ほんま絶対いつかオリエンタルランドに怒られる株式会社オリエンタルランド。いや感謝されるよ私は。私たちがですね、5月9日に、ライブをやります。絶対に来てください。お待ちしております。ポケットパレットウエストでした。バイバーイ。イエーイ。見てミッキー。はいはい。あ、4番だ。あ、お前できた。5やろ。